どうもテイラクルです。ドッカンお絵かきバトルやっていきたいと思います。まあもう今日の目的は果たせたのでやる必要はないんですけど、ちょっとやりたくなったんでやります。テニスラケット、テニラケ、46秒か。37秒。28秒。23秒。19秒。18秒。14秒。13秒。12秒。11秒。7 4 3 2 1。間に合わなかった。20点ももらえないんじゃないか。65点。ちょっとね、もう一針足りなかったですね。はい、じゃあ次のお題いきましょう。ぶどうね、この前回はなんか一般的なやつ書いたんで、今回はうん、一粒できた。巨峰ですね。これをどう捉えるか。4点。この矢採点対象外だよ。やっぱブドウには見えないですからね。じゃあ次バナナ。バナナは、まあ、前回も書いたんですけど、まあ、これは次2回目なんだよな。ブドウの時と同じように 一粒。この場合は、まあ、一つですね。なんですけど、ちょっと丁寧に書きました。14秒か。まあこれできたらいいか。おっと、何点取れるでしょう。まあ、頑張ってないから低いとかっていうのもあるかもしれない。9点。マジか、落書きレベル。じゃあ続けていきましょう。うさぎ。
この無言がねすごいっすね。20秒か。16秒、15秒。10秒、9秒。7秒。5秒。4、3、2、1。正面バージョン。29点。まあウサギに見えないか。まあ結構頑張ったんですけどね、ダメでした。はい、カタツムリ、カタツムリ来た。さあリベンジ、リベンジ、リベンジしていきましょう。こんな感じ？カタツムリって何度描いても飽きないな。さ、何点出るかな。39点。まあね、ちょっとね、違いますね。はい、続けてやっていこう。ケーキ、あ、新しいですね。1個にするか。まあショートケーキ、皿に乗ってる感じの方がいいのかな。どうなんでしょうね。まあいちご忘れた。32秒、まだまだ時間あるから、なんつってもいちごは必要ですよね。なんかプレートっぽいやつとかも入れましょう。チョコレートですね。15秒、あとは層が必要。この辺はまあいいかな。まあ間に入ってるのは何でしたっけ、フルーツ。どうでしょうか、採点のほどよろしくお願いします。80点いったか。14点。マジか。よく言えば冒険的。ケーキにしては少し形が違いませんか。まあちょっとおかしいかな。はい、羊、羊が、そうですね、こうホルンがなかったかなと。羊独特のこの、まあこう どうすか。29秒か。13秒。7秒。
これはそれっぽくなったかなと思いますけど。おう、角突き何点取れるかな。うん、34点。まあ羊ではないな。じゃあ行こう、テディベア。あと30秒か。17秒、16秒、14秒、10秒、7秒、6秒、5秒、1秒。60点。まあそうですね、安心感。顔をでかく描きすぎましたね。ヨットはね、ちょっと角度を変えますか。うん、ヨットに見えないとか言われそうだな。80点。お、 AI 分かってくれるな、すごいな。やっぱ AI これやるときやるよね。うん、評価してくれるな、ちゃんと。はい、あと何回やろうかな。ゾウはね、この前、ま、正面でやったんで横でやります。横で、この辺に角がついてたような気がするんだ。合ってるかな。で、あ、いいねいいねいいね、こんな感じこんな感じ。うんうん、いいでしょう。どうでしょうか。これで書いたら
3点落書きやまってね、本当のあなたを見せてください。3点すげえな。始める。サンタさん、サンタさん、サンタさん、サンタさんになってないな。どう？これはどうなんだろう。99点。うん、そうですか、ありがとうございます。あと何作品やろうかな。パス、パスね。前回は失敗した。29秒か。16秒。5秒。どうでしょう。前回よりかはうまく描けたと思う。と思うね。窓もうちょっと変えた方が良かったかな。15点。クソじゃん。そうですね。はい。ハリネズミ。ハリネズミは前回横バージョンで描きました。まあ前バージョンですね。そしたら。13秒か。間に合うかな。8秒、7秒、6、5、4、3、2、1、0。60秒は短すぎるな。あー低いね。低いな。はい。次行きましょう。あと2作品ぐらいしてやめますか。白鳥。
どうかな、白鳥っぽさが出てない気がする。ダチョウみたいになってる。うん、違うかな。今回の下手だったわ。はい、42点。うん、はい、すみませんでした。最後やりましょう。飛行機。よし、完璧に書けたと思う。35点。これなんだろうな、ちょっと下手なのかな。単純に、最後泣きの1回。ラクダラクダやばい、ラクダ学習してないわ。うん、13秒。6秒、5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。どう？これを最後にします。うん、疲れたな。50点。一言で言うと安心感を与える作品と。まあ、このラクダには悲壮感が漂っています。でもあなたの力はこんなものじゃないはず。まあ、60秒だからね、しょうがないよね。それでは、まあ、なんでもない動画になっちゃったんですけれども、第5回ドッカンお絵かきバトル、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。